左乳房の全摘リンパ節郭清と。右乳房も卵巣も、うん、じゃあ取りましょう。予防切除する前に MRI とか全部一通り検査をするの、うんうんうん、でその時に右に DICS、まあ、レベル0ぐらいのがんがあるエコーで言われて、でもものすごい衝撃を受け、全摘の手術をしていって、その後病理結果房水細胞がんどうだったんですか？結局病理なかなか出なくて、術後病理まで持ち越したんですけれども、病理の時ももう本当心臓バクバクで死にそうになりながら行ったんですが、主治医は、ま、あの大体違ったから抗がん剤効くと思うんで、大体違ったその大体大体違ったそれ先生はもうねさらっとそこ流したんですけど、よくよく読むと、うん、ウィズなんとかっていうことで、そのスピンドルセルの反応がウィズがついてて、はいはいはい、病理の中にそのパーツがあるわけですよ。部分によってはそうだっていう、大方は抗がんだけれども、その部分によっては防水細胞がんっていう混合型なんでしょうね。一部にその防水細胞がんを含んでて、あとは普通の乳がんの、よくあるタイプの乳がん。私もちょっと怖かったので、そこは私自身ももう目を背けてて、うんうんうん、大方それだなっていう、こう方にこう、はい、違ったんだって思いたかったわけですよ。最悪の状況は逸したと。でもこれね、調べてたらやっぱり全部がそうな人よりもの部分が少なければ少ないほど生きてらっしゃるので、混合型で一般的ながんの部分が多い人は割と長期の生存してらっしゃる感じだったので、もしかしたらもしかしていけるかもっていうちょっとだけ希望が見えた、うん、見てくださっている方、医療情報に関してはもう主治医だったりとか病院に聞いていただければと思いますし、我々はねあくまでも経験談でございますので、治療法もねまた変わったりとかもアップデートもされますので、そこはぜひあのご理解いただければと思います。リスク低減手術を申し出るって、次は違うやつを何か申し出られたんですか？あ、そうなんですよ。じゃあもう抗がん剤終わっちゃった、オラパリブ飲めない、経過観察に入るわけです、うん、トリプルネガティブって抗がん剤が終わったら本当することない、無治療の状態になってただ経過だけ見ていくっていう形になるので、うんうん、じゃあ私 HBOC で遺伝性だからリスク低減手術っていうのができる病院にリスク低減手術をしてもらうことはできますかっていうのを申し出ました。そのリスク低減手術っていうのをあんまり聞き慣れないんですけど、これどういうやつですか？遺伝性乳がん卵巣がん症候群っていうのは、その時のではまだ今ほど分かってなかったので、とりあえずあの反対側の乳房にもなりやすい、で卵巣卵管卵巣がんにもなりやすいということで、それを取ることで生存率が上がるというデータだけはあったんですよね。で卵巣卵管にできるとやっぱりあの乳がんとはまた違うことになるので、はい、卵巣がんっていうのはやっぱりね見つけにくいらしいんです。だったらばもう私あの年齢的にももう50だったし、子供もいますので、うん、不安なものは取ってほしいと申し出ます。その手術してくださるんですね。すぐはやっぱり病院側も例がない、これも保険適用前ということで自費になるということなので、あのそんなすんなりはやっぱりいかなくって、主治医の先生とか教授とかが、まあ、病院側に申し出て、その倫理委員会っていうんですかね、ちょっと正式名称忘れましたけど、病院内で審議をされる、それをすることがいいのかはどうか、どうなんだ、アンジェリーナ・ジョリーと同じなんだけど、健康なもの、病気でないものを取るということですよね。それは医療なのかどうか、予防的切除ね。そう、そうなんです、ね。それは倫理審査委員会などを通って一応できることになったということですかね。そうですね。そしてあの、まあ、まだ本当になかなかできない反対側の乳房と卵巣卵管を同時に取ってもらうっていう。あ、私あの手術の後の麻酔冷めるまでのあの時とか、足ピシューってされてる一晩とか、うんうん、しんどいじゃないですか。分けてやったら2回同じことしなきゃいけない。できれば1回でね、いや終えた方ができれば1回で取れませんかっていうことで、病院側としてもなかなか大きい決断だったんではないかなと、うん、手術を行い、じゃあ全部摘出したってことですよね、西田さんね。そうですね。だから胸はフラットのまんまだし、うん、卵巣卵管は取ってしまった、うん、ただまだ、うん、あの卵巣卵管取っても腹膜にできることがあるそうなので、定期的な診察は一応継続していると。はい。治療先でどういったところをしていったかというと、手術、そして薬物療法、そして放射線の治療、3つ全てやっていくというふうな形で、もう一気にしていったかと思いますけれども、この手術や薬物療法、放射線で1年間ぐらい治療していった感じですか？半年ぐらい？どのぐらいでしょう？半年ですね。半年。半年ぐらい。
手術、左乳房の全摘リンパ節郭清と、そして、10月に完全走行し治験から外れるとありますが、うん、手術まで3ヶ月以上、最初の抗がん剤が4月でしょ、8回やってるから半年かかるね。そうかそうか、うんうん、だけど結果7回だったから、まあ、5ヶ月半ぐらいになっちゃったので、まあ、5ヶ月それで手術で10月に完全走行したっていうことを、まあ、病理結果を伝えられた。手術といったところで、うん、こう全摘するかどうか問題とかもあるやんか。すごいしこりが小さくなってるから、通常であればおそらく温存ができる手術だっていうふうに先生からも言われたんだけども、しかし私はその遺伝性乳がん卵巣がん症候群になって今後のリスクを考えて全摘っていう選択肢になりますよって話でした。左乳房全部全摘して、うん、ただこの時に同時再建とかはせんかったの？お医者様から術後の放射線の可能性を指摘されていて、本当は放射線治療もやる予定だったので、うん、同時再建はできませんっていうふうに事前に言われていた。その後この完全走行し治験から外れるってことは、オーラバリブの治験の条件が完全走行した場合は外れるっていう条件だったので、治験の条件からもう外れちゃったから、うん、治験からも外れ、放射線治療もなしっていうことになっちゃった。放射線治療は私もいらないと思いますっていうご意見。セカンドオピニオンを受けて、まあ、転院をして、うん、その後2018年6月の7月に右乳房にがん変あり生検で生検が良好とありますけど、うん、右は取らんかったってこと？取ったの。右乳房も卵巣も、うん、じゃあ取りましょう。私が最初の、左乳房を取ったのが2017年の9月だったので、1年後ぐらいで、先生的にはもう2018年の4月に取る手術をしましょうとおっしゃってくださってたんだけど、ちょうど上の子が小学校に入学が4月だったので、ちょっとそのタイミングで私が入院して不在になるのはちょっとかわいそうだから、夏休みにさせてくださいっていうふうにお願いをして、7月の夏休みにじゃあ取りましょうってことに。あ、そういうことね。それまでに右乳房に変異があったってこと。そうで、それでその結局予防切除する前に MRI とか全部一通り検査をするの、うんうんうん、でその時に右に DICS っていうその、まあ、レベル0ぐらいのがんがあるっていう風にエコーで言われて、レベル0にもなってないぐらいの本当に初期の乳がん、全がん病変みたいな。でものすごい衝撃を受け、結局7月に予防切除するからもうそこで病理見るんでいいんじゃないみたいな、まあ、とりあえず針生検していただいてそれで良性だったんだけど、いずれにしても全体を見るのに全摘するからその時にちゃんと調べるから、もうちょっとそこまで待ちましょうみたいな話になりました。生検の結果は良性ということで問題なくというふうにね、はい、うん、でここでちゃんと右も取って卵巣もここで取ったと。卵巣卵管も取りました。